大公開。The radio station within a radio station. Golden Radio, Okinawa's top radio station. ラジオは想像です。一緒に楽しいラジオを作りましょう。ということで、今日もリスナー社員の皆さんに参加いただき、共に考えるゴールデン会議を開催します。ゴールデン会議、今日のテーマは月。十五夜中秋の名月ですね。んでもって月。月見て何思う月見団子ですか？アポロですか？月ありますか？月ないですか？おまけ月だったり、市内で月だったり、キツ月だったり、嘘月だったり、月で出社してください。はい、ゴールデンアワー出社される方は、メールゴールデンアットマーク FMOKINAWA.CO.JP、GOLDEN アットマーク FMOKINAWA.CO.JP、ファクシミリは098-875-0005 までどうぞ。ツイッター、ハッシュタグゴールデン沖縄でつぶやいてください。モテようと思ってパールピンクのネイルに変えてきました。女性、女子だね。これは男子好きでしょ。ウケるね。男子ウケいいでしょ。もうピンク、もう乳首も何でもピンクなんないですか。ピクビって言っちゃったよ。なんだよピクビ。ギノワのタオルかな。あーどうした、つきてーって言ってますけどね。あ、剣道での、ね、そうですね。もしかつきて八方か。京都のトミーさんがね、まさかの。あ、どうぞどうぞ、はい、局長ミキトにツイッターで叫んでいただいている皆さん、こんにちは。京都のトミーです。今日は生出社します、はい、ありがとうございます。時間あれば買い替えたカメラで一緒に撮ってください。昨日関空でフライト待ちしていたら、関西に戻ってきたシグマミニッチさんと空港で会いました。マジ？ツイッターですごいね。そうなの。あ、年上なんで空港でドリンクおごっちゃいました。シグマミニッツくん気にしないでね。いや気にしちゃうから、そんなこと言ったら余計に。そうなんだ、ありがとうございます。デレジ仕事がね。あ、ありがとう、やつ橋、やつ橋、なんでやつ橋、ありがとうございます。ラックに揺られてる場合からはね、はいはい、最近放送を聞き逃していて、ひょっとして今年もゴールデン社員手帳販売あるんですか。ゴールデン手帳、仕事にプライベートに